順番といたしましては、患者様を登録していただきます。患者様を登録していただく際に、名前だけは入れていただく形になります。で、私、西岡という名前ですので、入れさせていただきます。そうしまして、カルテ番号とかも必要でしたらご登録いただきまして、そして、新しいオーダーというボタンを押していただきまして、ここの段階で指示書を作っていただきます。何番に何をということで、こちら右上3番のちょっと補鉄をというイメージでさせていただきたいと思います。13番でここで何を作るかというものをご選択いただきまして、そしてスキャニングボタンを押していただきます。でこちら一応科学から撮影をしていただくのが一通りちょっと決められて、これに登録している流れとなりますので、価格を撮影させていただきます。で、広報面を撮っていただきますと、こういった形で綺麗に撮っていただけます。で、こちらがカメラなんですが、このカメラで撮影していただいて、このカメラでの連続性といいますか、動画の連続になりますので、こういった形で仮にここから反対側を撮ろうとしますと、撮ったことがないところですので入らなくなってしまう。ですので撮っていった場所から連続的に撮影していただく形になります。じゃあこちらはもう対合紙になりますので、教則側だけは後で一合わせに使いますので、ここだけはちょっとちゃんと撮っていただきたいんですが、こちらで終わりです。